佐賀県小城市釈台地区にある癒しの宿ほのかに行ってきました。なんでもこちらではいくつかの農業体験ができるそうです。ではそば打ち体験やっていきたいと思います。カラカラだったらもう少し水を、うん、あ、わかりました。さしてください。カラカラだったんですね、うん、そしてこれを一緒にまとめてください。これを一緒にギュッギュッと、はいはい、ドンタッチですね。はい、完成しました。こちらがあの機械でそばを切ったやつですね。そのお隣が私が包丁で切ったやつです。いただきます。私が切った手打ちのやつですね。もうビジュアルが全然違う。手作り感が出て美味しいです。癒しの宿ほのか、大石さんにちょっとお話を聞いてみたいと思います。はい、癒しの宿ほのかの、大将こと大石慶太と申します。役職私お嫁ちゃんをやっております。あやこです。こちらではですね、なんかいろいろな体験ができるっていうふうにお聞きしたんですけど、どういった体験ができるんでしょうか。はい、まあ、通年通しまして、まあ、そば打ち体験、五右衛門風呂のひたき巻き割り体験から、まあ、入浴体験、ね、あとは、まあ、季節の農作業ということになっております。それと、神様巡りツアーなどもやっております。何もない田舎ですけれども、まあ、田舎だからこそ、まあ、都会の暮らしに疲れた方や、まあ、心の浄化、洗濯などしに来たいと思ってらっしゃる方が いらっしゃれば、はい、うん、どんどん来ていただきたいなと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。富士釈投げ湖の脇に佇むはダムの駅富士釈投げの里です。富士の清流で作られたお米はもちろん、生産者は約200名、200名の方が作ったものが毎日新鮮なうちに館内に運び込まれます。佐賀市内からもアクセスがしやすく、ドライブのついでに立ち寄れることも魅力の一つですね。立石さんにお話を聞いてみます。生産物というか物産は どのあたりから運ばれてきてるんですか。はい、物産はですね、この富士町内、それから大和町、それから裏の方から行くと浜玉とかですね、唐津の方からですね、果実類が届いております。まあ、地元ではですね、ハウス栽培をされておりますパセリとかほうれん草、そういう軟弱の野菜がですね、新鮮なまま届いております。生産者と一体になって柚子の加工をやっております。柚子をですね、ピューレ状態にしてドレッシングとかですね、ここレストランもありますのでレストランで使用したりですね、そういう形で PR を行っておるところです。ありがとうございます。皆さんぜひ休みの日は寄ってください。ありがとうございました。よろしくお願いします。富士町の山奥に佇むシェ・ハイジではヤギのチーズをふんだんに使った料理が人気です。もちろんチーズは飼育されたヤギのミルクから作る自家製チーズです。
店内は木の香りがし、日光が入ってきて大変穏やかな気持ちになります。本日はシェハイジランチをいただきます。いただきたいと思います。あ、柔らかいな。いただきます。チキンの上に乗ってるレモンの皮が本当に効いて本当美味しいです。ステファンさん、ユキさん、ご夫婦にお話を聞きたいと思います。まあ縁があったんです。最初三津に住みたかったんですよ。それは憧れの人がそこにいて、あの山暮らし脱サラして養鶏してる小野寺さんって、あのそこの方との出会いがあって、うん、でも三津だから三津にいつか行きたいなと思ってたら、住める場所がなかったんですよね。家的にすぐ住める場所がなくて、でどうしようかなってしてる時に富士町のその女の子とシェアメイトの女の子と出会いがあって、でとりあえず富士町に住んでみたんですよ。そのやっぱその出会いって大事じゃないですか、うん、かもう富士町でやっていこうって感じです、うんうん、私は自然、うん、周りの人は大事、周り、うん、まあという時やんな、ね本当ね、もう年齢問わず性別問わず、あのチーズが好きな方ヤギが好きな方、自然が好きな方、来てほしいです。もしないメッセージミツテ茶所山帽子、ミツテ小学校から道を挟んで目の前にあります。こちらは畑で採れた自家製ブルーベリーを喫茶店で提供されています。落ち着いた雰囲気のゆったりとした店内、こちらがですね、色鮮やかなブルーベリージュースでございます。ジュースだけではなくジャムも作っておられて、あとドレッシングも大変人気があるそうですよ。こちらがブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーパフェでございます。早速こちらのブルーベリー味わっていきたいと思います。甘っ甘いっすね。めちゃくちゃ甘い甘いお次はパフェもいただきます。濃厚、濃厚ですね。山帽子さんは実は佐賀の B 級グルメ、シシリアンライスも美味しいですよ。もう後ろにあるジュースもそうなんですけど、もう全部自家製の、これも自家製、うん、こちらで取られたブルーベリーを使われてるんです、ね、ジュースもあまり取れないんですね。ジャムでも10キロ作ってね、10キロ作って3.5、6ぐらいしか取れない。しか取れない。10キロで。10キロで。これは高級品。高級品ですね。佐賀県大和町の中山間地域に佇む古民家、焼酎の館。築270年の古民家を改装し、2019年よりゲストハウスとして生まれ変わっております。お邪魔します。室内はどこか懐かしくて、夏休みに祖父母の家に遊びに行ったことを思い出します。こちらですね、浴室でございます。こちらの浴室にはですね、五円盆風呂が備わっておるんですけども、これね、実際火にかけてお湯を入れるんじゃなくて給湯式の
お風呂になります。日本酒から焼酎までこちらの全てのものがですね飲み放題なんですよ。お酒を飲んだ後は広くて清潔なベッドでぐっすり眠れます。共同経営をされている江頭さんと高島さんにお話を聞いています。 Wi-Fi もわざとつなげてないっていうので、はい、でまあ、逆に、うん、まあ、一部の人は不便だっていう声もあることあるんですけど、はい、まあ、全体的にはですね、うん、まあ、日常を忘れてテレビもないしあるのは焼酎だけですそう、普段、うん、あの会話ができない部分が何にもないから逆に、うん、それでいろんな会話ができたとか、そういう部分のコメントを結構いただいてますね。